史の年代測定に科学が使われていることをやっていきたいと思います。まず窒素14ですが、窒素14は陽子の数が7個、中性子の数も7個で、原子量が14の元素です。この窒素14が宇宙線という高エネルギーを受けることによって核の中に中性子が入り込みます。その反動で外に陽子が放り出されます。そうすると窒素ではなく炭素14に変わります。この時陽子の数は6個で中性子の数は8個になります。しかしこの炭素14は非常に不安定であるので、安定な窒素14に戻ろうとします。この戻る時に中性子が陽子に変化するベータ崩壊を行って窒素14に戻ります。しかしこの反応はすぐに起こるのではなくて5730年の半減期、例えば炭素14が100個あったとしたら50個になるまでに5730年かかるということです。この仕組みを利用したのが炭素14年代法という年代測定法で、遺跡が何時代のものなのかを測定しています。